はい、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、たかしみてみてございます。ポケットモンスター2019の第4話でございます。今回、ヒバニー登場会なんですけど、見た感想から言うと、うん。めっちゃ可愛かった。ヒバニーめっちゃ可愛すぎます。わーい、わーい。なんで最初は、茶色いかなって思ってたけど、なるほどってやっと理解できましたし。これから、次の放送が楽しみでございます。ということで今回は4話の感想、簡単にまとめさせてもらいました。これから第4話、見た感想をざっくり言いましたけど、とにかく、ポケモンが、次の回が、カビゴンが大進化する、ダイマックスになるっていう回なので、楽しみですね。ミクニさん的に、うん、そう思ってます。ということで、音は、音声出ませんでしたけど、裏作業やってて音声消してたの忘れてましたので、すいません。ということで、すいません。音声はないんですけども。音声とは、前からの音声がありませんけども、これで終わりたいと終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。